はい、こんにちは。ひかりです。え。では、今回はサラリーマンもみんな経営者という話をしていきたいと思いますえ、私はですね。今、ネット上に物を販売したりだとかえ、マーケティングをしたりだとか。あとは自動収益の仕組み化っていうものを作ったりだとかして収益化を図っているんですけどえ、2年前まではえサラリーマンとして働いていたんですね。人材会社のえ、営業マンをやっていて、もう毎日苦痛と疲労と戦いながらえ働いていたんですよ。 まあけどですすねこれがすごくくもったいなくって今日話すサラリーマンもみんな経営者なんだよっていう考え方があればもう全然意識が変わって別の行動をしていたなってすごく思うんですよ。でサラリーマンとして働きながらでも楽しくやっていたなってすごく思うので、まあ、今回はこういった話をしていきたいと思いますではまずですね経営者とサラリーマンの違いについて話をするんですけど経営者っていうのはどうやってお金もらっているかっていうと。 まあビジネスでお金をもらうイコール、えー、価値の提供なんですね。お客さんに価値を提供してお客さんの価値を高めることで、えー、それが、えー、お金としてまあもらえるっていう形なんですね。なのでまあ自分の事業をまあマネジメントして自分の価値を高めているんですね。まあそれは、えー、価値提供をしなければお金がもらえないので、じゃあ価値提供をどうやったら高められるかっていうと。 自分の価値を高めるしかないんですねなのでまあ経営者とか起業家たちっていうのはもう学び続けているんですねじゃあ、えー、サラリーマンはどうかというと、えー、サラリーマンの働き方っていうのは時間と労働力を売っているんですねこれがそもそも、えー、経営者とサラリーマンの、えー、お金のもらい方の違いなんですねサラリーマンは時間と労働力を売ることで会社に売ることでえー、それが 月一回の給料としてもらっていますよね。で、時間っていうのはまあ限られていますよね。時間っていうのは増えないですよね。なので、まあサラリーマンっていうのはえ給料に上限があるんですね。何かまあ成果を出したとして、まあ成果主義の会社ありますけど、まあ何か給料がえっ、ー、と成果出したからといって二倍、三倍、四倍とかになることってまずないですよね。けど経営者っていうのはえ価値を 提供しているので、まあその価値提供ができれば、えー、そのなんかお金がもう五倍とか十倍百倍それ以上っていうのも全然可能なことなんですよね。なので、まあ経営者とサラリーマンの、えー、これはですね、お金のもらい方がそもそも違うんですね。で、今回話をしたいことっていうのは、えー、サラリーマンもみんな経営者なんだよっていうことなんですよ。まあこれどういうことかというと、時間と労働力を売っている 経営者なんんだよっていうことななですね,ねなので、まあ、どうすれば自分の価値を高められるかっていうのを考えるとこれなんですね自分が持っているリソースリソースっていうのは時間と労働力のことです。自分が持っているこの時間と労働力をどこに配分させるかで、まあ、自分の価値を高められるか、まあ、それとも下げてしまうのかっていうのが決まるんですね。言い換えると まあどこの市場に自分の労働力を売るかっていう経営判断をしているんですよ。これれによよっってて自分のの価値がが高,高められるるかかどうかっていうい決まるんですよねなので、まあ、これはですねじゃあ自分が成長できる市場におけば成長できますしなんか人間関係とか周りにいる人間が、えー、自分の価値をた、えー、下げてくる人と一緒にいると まあそれは価値が下が下っちゃいますよねなので、まあ、こういった意識を持つべきなんですよね。で、まあ、こういったですねあの意識を持っていればですねあのサザエさんん現象が起きないんですねこの自分の意思で生きていれば「サザエさん」を見ても落ち込まないということでこの本当に名言だと思うんですけどあの私はサラリーマンとして働いていた時っていうのは、まあ、あのご存知の通りあり日曜日の「サザエさん現象」になりまくっていたんですね。 うわ明日からまた始まるとか今週やだなとかもうこんなんばっか思っていたんですよけどそれって今思うともう依存ででしかなかなったんですねもう会社に依存でしかないので自分の何か成長とか自分の価値とか何も考えてないので、まあ、こういった、えー、まあ考えになってしまったんですよねじゃあまあ私が今自分でビジネスをするようになってから まあ、サザエさんの時間に何を思うかというとえ今週どこまで進められるかなとか今週は絶対ここまで進めてあるっていうまあ期待と緊張感があるんですね。で、まあ、経営者っていうのはさっき言ったように自分の価値を高めることによって価値提供を上げられるので、まあ、学べば学ぶほど自分の価値が高まるっていうのは分かっているので、まあ、むしろワクワクしているんですよねこのサザエさんの時間に。 これがまあ違いなんですけど、まあ私はですねこのサラリーマンの時っていうのはこのサラリーマンもみんな経営者っていう考えは全くなかったので、ただただ苦痛を感じてしまってまあもったいない時間を過ごしていたなと思うんですよね。まああのこれからはですねまあなぜこの話をしようかなと思ったかというと、まあそれはですねまあこれからは子の力をつけないと本当にやばいからなんですよ。まあ終身雇用が終わりますよね。 で AI 化によってリストラがどんどん増えていきます。でそうなったら会社や社会っていうのは守ってくれないわけですよ。今こういったコロナで大変な状況になってまあ、見てわかる通り、やっぱりひとあの国は一人一人を助けるっていうのはどうしてもできないわけですよね。けどこれっていうのは国のせいではないんですよ。ここに文句を垂れ流したところで何も変わらないじゃないですか。 まあそれまでの時間の使い方、どういう行動を起こしてきたっていうのがまあ現実に起きているっていうことに過ぎないと思うんですよね。えだからまあこの力をつけていかなければいけないんですよね。なんか会社がまあどうかしてくれるからとか、まあ給料もらえるしみたいな考えでは絶対にダメなんですよ。で私は後悔したくないんですよ本当に十年後とか二十年後になんであの時やらなかったのアホじゃんみたいな。 が学べよ。勉強するよって思いたくないんですよね。だから周りに何言われようがやっているんですよ。今でまあ今回話をしたことっていうのはこのサラリーマンで例えましたけど、あの学生もそうですしまあ、主婦の人もそうだしまあ、年齢とかはまずまず関係ないと思うんですよね。一人一人が自分の人生の経営をするのは自分なんだよ。っていうまあ、意識を持てばですね。もっと行動なんかまあ。 こととうこをやると思うんですよね、まあ、まず自分の人生って何なんだとか何か明日嫌だなとかって思いながら生きることってないと思うんですよね。えなので、まあ、今回はですね、まあ、そういった意識をやっぱり持った方が全然行動も違ってくるし自分のモチベーションというのも変わってくるじゃないですか。はい、なので、えー、今回は「まあ、自分の人生の経営をするのは自分なんだよ」という話でしたははいいではありがとうございました。